される芸能人が大集合。嫌いになった人2013次涙の仲直りスペシャル。今夜めちゃイケメンバーが大嫌いなあの人に次々と再会しトラブル連発と思いきや、スタジオに感動の嵐。一体何が。さあ始まりました、嫌いになった人ということでね、始まりましたですね。嫌いになった人、嫌いになった人でございます。なんかこうセットとか見てるとなんかこのほら他局でね、はあ、なんか金太郎が告白してなんか話題になったね。 あれは好きになった人で、これはもう真逆の嫌いになった人ですから、180度違う感じでございます。違いますよ。ちょっとお借りしたんですね。じゃあお借りしたというか、まあ、あの、まあ無断ではありますが、無断、はい、まあまあまあフジテレビらしく、そうですね、フジテレビ。人間なら誰でも人生で一人はどうしても許せない嫌いな人がいるはず。その因縁の相手がもしスタジオに来てくれるならとことん話し合ってもらいたいが、必ずこう一人ぐらいは、ね、あのいるはずなんです。どんないい人でも、まあ、大人だったら言いにくいことやけどね、ええ、キクちゃんもねおるみたいで。いや、はい、いますキクちゃん。いや、キクちゃんでもいない感じするでしょ。新人時代にもうなんかね、もう訳もなくすごい営業の方に怒られて、はい、でちょっともうすごい悔しくて、辞める前にもう飛び蹴りして辞めてやる。まだ食べてるの、まだ今も、この菊ちゃんでもそういう方おられるわけですから。浜口さんなんかもいるんですよね。いやごめん申し訳ないけど、俺はそんな人嫌いになれへんけど。いや和田アキ子、和田アキ子。なんでお前すっとビッグネームだよ。和田アキ子全然もうなんで嫌いだ、なんで嫌いだ、なんで嫌いだ、なんで嫌いじゃないって。なんで嫌いだって。これなんか慌ててますけど、慌ててないって。なんでなんでやめて。いやだから今の浜口みたいなことでしょ、うん、そうですよ、うん、そう我々何の得もないじゃないですか。いや顔真っ赤になって終わりですよ。今回はだから嫌いになった人でもお会いして、そしてまあ仲直りしてもらおうという。なかなか嫌いな人と会うきっかけって難しいじゃないですか。難しい。それでも今回会っていた、笑いにできない汚い部分ってありますよね。正直でもやっぱり それずっとそのままにしとくと、もうずっとそのままじゃないですか、うん、ずっと汚いままや。そうなんです。浄化する、はい、浄化する、浄化するために浄化できるから、本当に仲直りできれば、もしかしたらね、うん、アッコさんが来てくれるかも。わかって、わかって、仲直りしよう。浜口仲直りしよう。揉めてないからやめて。なんで揉めさすの。そうなの。まずは現在大ブレイク中の大久保佳代子41歳の嫌年表。今でも忘れない嫌な記憶が刻まれたこの年表から、今夜彼女のトラウマの数々が明らかに。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうぞ。さんもね、表情は表情は曇ってますけどもね。すごい曇ってますね、まあ、大久保さんはまあ嫌いになった人多そうな感じもね。いや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 、どうでしょう。私多分嫌いになるってことはもちろんありますけど、はい、トラブルが嫌なんで、はい、そういう人とはあの、まあ、距離を置いたりですとか、ほうほうほう、自然にこう何ていうんですか、沈下、自分の中で大人の対応をしていくんで、ほうほう、こんなこと本当してほしくないんですよ、うんうん、自分でちゃんとこう蓋をして来たんですよ、はい、やっぱこう見ていくと、うん、誕生の時一番不細工ですね。かわいい、すごいね、赤ちゃんかわいいでしょ。誕生って一番可愛い時なんですが、こう見たら誕生が一番不細工という奇跡の可愛くない赤ちゃんいないでしょ。可愛いでしょ。可愛くない赤ちゃんいないでしょ。だから問題なんです。9歳。最悪のあだ名をつけられた小学校の先輩 Y。 Y 先輩ですね、ええ、これは心当たりは、いやまあ心当たりはって言われるともちろんありますよ。当時から明るい性格でいつもクラスの人気者だった大久保が、そんな彼女のプライドを傷つけ日陰人生を歩むきっかけとなった今でも忘れられない一言とは。なんちゅうあだ名つけられたんですか。あのカバコです。カバコ。
まとえてるよ。この時やろ。私はこの時まで、まあ、自分がカバーに似てるとも思ってないし、はい、なんならまあ普通に可愛い子だと思ってたのに、この一番なんか異性を意識しだす敏感な時期ですよ。女の子はね。でその時に、はい、あ、私若干カバーに似てるんだって。その時がちょっとカバーの十字架を背負い出して、カバーの目覚めだね。カバーの目覚め、カバーの目覚め、目覚めが。でちょっと性格が、まあ、ちょっと暗くなって卑屈になって始まりなんですよ。なるほど。大事なデートを台無しにされた後輩芸人 K。 後輩芸人。時は一気に流れ、昨年あたりからどんどん売れてきた大久保。それに伴い交友関係も広がり、特に後輩芸人 K とはよく飲み歩いていた大久保だったが、よりによってデート中に起きてしまった悲劇とは。これね、川村さんです。ゲー。川村さんです。これ。え、すぐ名前言うのこれ。K さん。K さん。川村さんですね、これ。K と台無しにされた。去年ですけど、まあ二人でご飯食べて、私の行きつけのバー、でたまたまそう二人で結構夜中なんですけど行ったら、まあ一人男の人がいて、私結構タイプな人だったんですよ。ドストライトが。したら向こうもあれ大久保さん。ファンですよって言ってくれて、要はちょっといい感じに盛り上がってたんですね。はい、うん、したら川村さんがこっち側にいたんですけど、ケイムラさんがなんかあれなんだかな、痛いなみたいな、痛いな痛いなってこと言うんで、なんならタクシー拾って帰っていいよって、まあ、帰ってくれっていう気持ちだったんですけど、うん、ちょっとね、そう二人きりにね、なんかそしたら、いや大丈夫ですって言って言うんで、じゃあもうしょうがないかなと思って、またこっちでちょっと盛り上がってたら、はは、嘘みたいな音量で、いてててていてててって言うんですよ。ケイムラさんが、ケイムラさんが、ケイムラさんが、はいはいはい、スベベベの店員から、そうですそうです、スベベベでいてててててって言うから、いてててててててと、で、さすがなんだよって思ってみたら、いてててててって言ったとゲロ吐いたんですよ。デート台無しですね。台無しですよね。申し訳ない。そっから嫌いですね。嫌い、好きか嫌いかで言ったら嫌いですね。さあそれではですね、はいはい、大久保さん、はい、あなたが一番嫌いになった人は誰ですか。私が一番嫌いになったのはこの人です。から消されかけた大物業界人 T。 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 大物ですよ。大久保が絶対に会いたくない大物業界人 T と出会ったのは今から19年前に遡る。意味ないよそれ。その頃オアシズは2人の高い知性から生み出されるネタと個性的な容姿が人気を集め、ブレイク寸前だった。事件が起こったのはあるお笑い番組の収録時。月刊パンチラとかを意識しすぎって感じ。投稿写真かよ。この日のオアシスは絶好調で、観客どころか審査員からも爆笑を取っていた。意味ないだろこれ。もちろん大久保自身も手応えを感じており、その余裕がさらなる爆笑を呼び、どうもありがとうございました。大盛り上がりのまま漫才が終了し、審査の時。それでは T さんお願いします。三浦いいね、特に顔がいい、メガネに四角い顔なんて芸人としては最高の顔だよ。 ありがとうございます。相方を褒められまんざらでもない大久保だったが、次の瞬間衝撃的な一言を耳にする。そうだな、僕ができるアドバイスとして、この後ブレイクするためにはオアシズは解散して、三浦はピン芸人になった方がいい。解散した方がいいって、私が三浦さんの足を引っ張ってるってこと。っていうか、これからの若手に向かってテレビでそんなこと言うなんて、どんな神経してんだよ。これが原因で大久保は自信をなくし、反対に自信を持ってピンでどんどん活躍していく三浦を OL として働きながら眺めるだけとなってしまった。そんな大久保の人生を変えた T に番組は出演オファー。果たしてスタジオに来てくれるのか。
一体誰なんでしょうね。大体、予想つきましたよ。我々こっち大体みんな予想つきました。すぎやろ。めっちゃ簡単。来てくれはるかどうかは分かりませんからね、本当に。うわ、来てますかね。来てない、来てないことないですよね。VTR にお菓子のとこはないでしょ。いや、ああいうことですよね。でもいいんですよ、もう本当に今は全然もう20年前の話ですよ。はいはいはい、ね、でもなんか、いや、でもやっぱりふつふつとね、うん、ベッドに入ったらちょっと思い出したりしませんか。あの野郎っつって。いやいや、もう大丈夫なんですよ、本当に。さあ参りましょうか、はい、来てくれるんでしょうか、はい、大久保さんの嫌いになった人。なんだそれ。言われた。キング僕。ああ。怒ってる。テリーさんでした。すいません本当に。僕今日怒ってるね。いや、怒ってるわ。いつものテリーさんとちょっとちゃいますね。表情が違う。テリーさん腕組みしてある。どうね。はい。今日来たくなかったんだ俺。えでもね、加藤さんとスッキリやってるから。そうですね、まあ、加藤さんがいるんじゃ来ないわけにいかないって言ってた。すいません、本当にそうですよ。加藤さんが言ってくれました。普通は来ないですよ。普通はそうですね。当たり前なんですか。ありがとうございます。いやちょっとなんか距離がお互いなくてですけど。テリーさん来てくれたよ。怖い怖い、やばい。来てくれはりましたよ。ご挨拶見てよ。Tさんを見て。どうしたの。テリーさん、声出てない。どうしたの。テリーさん、違うんですよ。もう20年前の話で、私的にはもう非常にその今の状況でテリーさんどうこう思う気持ちはないんですね。目を見て。目を見て。テリーさん見て。ただ一つ。Tさんが側が見てるよ。ただ一つテリーさんに言えるのはやっぱり若手の時すごく緊張して舞台立ってる若手新人の人たちに言う言葉というか、もうちょっと気を使ってもよかったじゃないかなっていうのもちょっと言わせていただいてますけど。大久保さんの言うね。そうです、そうです、そうです。俺今日ね、はい、大久保に俺ね、感謝されてもいいと思ったんですよ。え、だってだよ、この何十年間もしかしたら大久保は俺のことを悔しいと思ってたわけだろ。はいはい、そうですね。悔しいと思ってたから頑張ったわけじゃないか。だから今の地位があるんだろう。いや、それここでですね、そんな20年も前のことを俺正直言ってそんなこと忘れてましたよ。テリーさんも覚えてらっしゃらない、その時のこと。だから忘れてるほどデリカシーとか、そう、人に対する気持ち の持ってきたとか少ないんですよ。結局言いっぱなしなんですよ、いつも考えずに。でも、あの時は三浦の方が面白かった。いや、確かにね、銭を取れるブスなんですよ。褒め言葉。銭を取れなかった。ただのブスだ。ただのブスですね。ただのブスだ。これはね、決定的な違いがあったんです。わかります。なるほど。でもね、でも今いいだろ。今いいっすよ。時代が来たんだよ。引っ張りだこさ。そうでしょ。仕事は楽しくやらせてもらってますけど、これは今までのね、悔しい思いがあったことが今の大久保を作ってんじゃないか。でも言っときますけど、それがテリーさんのおかげだとは思ってないです。全て俺のあの時の出来事だったんだよ。それは違う。それは認めません。そんな恩も義理もない。そんなそんなこと言ったら俺だってそうだよ。俺実は日本テレビの番組作っていて、例えば猿年万歳ってやつで、猿にね、猿年万歳、それで猿にピコピコハンマーでもぐらたたきみたいに叩いてたんですよ、生きた猿を。それで私それで日本テレビ出入り禁止ですよ。そりゃそうです。めっちゃ大問題ですよね。それで出禁になって猿年万歳じゃないじゃん。それ万歳じゃなかったの。それで俺はね、その悔しさをテレビ東京行って、テレビ東京でずっと頑張って、そしたら今度日本テレビで、お前頑張ってんな、じゃあちょっと日テレの日曜の夜8時やってみないかっつって出た。結局は元気が出る。元気が出る。だから俺の中には誰しも当たり前ですよ。バカ野郎。何お前はね、こんな企画に乗ってね、俺の名前出してんだよ。無理だよこのジジイも絶対。いやどうだ。無理だ。こんな恩人じゃねえか。もう恩人だよ。年取って温厚になれよもう少し。
だから結局もう見抜いてたんだよ、見抜いてたんだ、見抜いてたんだ、見抜いてたよ、演出の人やから。そうだ、私が 40代でぐらいで行くと思ってました、その時完全に思ってた思ってたあれはね、俺の愛の無知だったんだよ。そうだよ、もう大丈夫です、アクション。ありがとうございました、ありがとうございました。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。よかった、じゃあ帰ります。はい、アキレさん、じゃあ帰ります。ありがとうございました。すいませんでした。いやー、すっきりしたね、お父さん。無理、愛入れない、無理どう考えても愛入れないです。握手したよ、無理、無理じゃないですか、話し合う余地がないというか。でも俺もなんかある意味関係性やったなって、一回、うん、一回も抱かれてみてもいいんじゃない。え、テリーさんにですか。テリーさんに、うん、全然いけますけど全然いけます取り方、全然嫌いじゃないやん、ね。続いては業界内でも評価の高い新世代のコント職人、ジャルジャルの嫌年表。29年間の嫌いが詰まった年表には、ジャルジャルの今後の芸能人生を脅かしかねない爆弾が。とかやっぱりいてるねんね、やっぱり、まあ、まあ、その瞬間ごとですよね、うん、その瞬間にあっとね、はい、あ、なんやこれはっていうのはありますよ、それはね、あ、今も何やったやみたいなのありますよね、はい、行きましょうか、じゃあ、はい、ね、10歳の時、転校してすぐいじめられた同級生 M。 はい、こう一人も画像が荒すぎて、誰や、僕です。そうですか、はい、これ福徳です。あれ福徳さん、はい、福徳さんで大丈夫ですか、これ、はい、これ福徳です、すみません、ちょっと写真がなくて。5歳でアメリカから帰国し、小学校に通い始めた福徳。そこで日米の文化の違いから人を初めて嫌いになったというほど嫌な思いをしたというが、で、あのちょうどこの頃アニメが流行ってまして、あのドラゴンボールが流行ってまして、そのみんなはね、ドラゴンボール Z、 ドラゴンボール Z って言うんですけど、僕だけドラゴンボール Z って言ってたんですよ。おバカ、おバカ、ほんまや、ほんまや、ネタやん、いや違うやん、小4の時です。あ、それちょっといじめられ、あいつ Z 言うて、あいつ何のこと言うとんねんか、生意気やということで同級生 M にいじめられた。はぁ、あー、そうなんですか、かっこいいけどな。挨拶しても無視された人気モデル M。 うわ、なんか具体的。かつて行われていた吉本おしゃれ芸人ランキングで1位に輝いたことのある後藤。その経歴を生かし、ジャルジャルがファッションショーの MC を任された際、出演していた人気モデル M との間にトラブルが。で、まあ袖でその M さんがいてはったんで、うん、今日 MC をさせてもらいます、ジャルジャルのことです、よろしくお願いしますって言ったんですよ、うん、ほんだらパッてこっち見たんですよ、うん、こっち見てバッて目合って、うん、ふんっつってこっち行ったんですよ、うん、へってなるよな、なりましたへってなるよ、この距離で挨拶してまあ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 何の返事もなく行かれたから、わかる、へっへっ、俺はこっちも変って、なんか岡村さんもすごいわかるって、俺もすごいわかる、同じ事件やったから、え、事件俺もあって、大御所の方と、大御所の方にすれ違って、なんて TBS なんですよ、 TBS で歩いてきはって、おはようございますって言ってすれ違ったんですけど、何にも言うてくれなかったんですよ、で、あら、エレベーター、エレベーター乗ったけど、エレベーターの中身、へっって言ったら、分かるやろな、これも分かるだから、なんか無視された後、ステージ上で普通に絡んだんですよ、普通に喋ってはるんですよ、へっ、もうええわ、無視してたんです。それでは参りましょうか、ジェルジェルさん、あなたが一番嫌いな人は誰ですか。私が一番嫌いになったのはこの人です。さあさあさあ、どこで止まる、どこ、来たー、陰で悪口を言いふらされた先輩芸人 H、 同いです、先輩芸人、確認したんですか、本当にその悪口を言われてたんですか。はい、言ってます。悪口言われた時でどんな気持ちだったの。はっ、言われないで、今勝手に福徳を
映してたけど、お前が横で変って言うから、カメラくるってなったの。ありがとうございます。カメラが変ってなって、お前くるってなったの。イカれる先輩イーチの登場でジャルジャル吉本クビのピンチ。ジャルジャルが絶対に会いたくない先輩芸人イーチと出会ったのは6年前に遡る。ひったくりです。当時数多くいた吉本の若手芸人の中でも、その爽やかなルックスと突出したセンスで将来を有望視されていたジャルジャル。失礼します。事件はある先輩芸人 H のラジオ番組にゲスト出演した際に起こった。頑張ります。おはようございます。はじめまして、僕らジャルジャルと申します。お、ほんまよろしく頼むね。はい、よろしくお願いします。緊張せんでどんどん喋ってええからな。はい、頑張ります。この日先輩芸人 H とは初共演で、若干緊張していたジャルジャルだったが、その心配をよそに順調に収録は進み、今日はありがとうございました。無事に H との初共演を終えたのであった。最初どないなるか思ったけど、うまいこと言ったな。なんか盛り上がったな。なあ、緊張していたがしっかりと成果を残せたことに上機嫌な2人だったが、あー、そういえばな、2人とも最近 H さんに何かした？H さんですか？うん、H さん周りのスタッフにジャルジャルは全然おもんないとか、そう、あいつらは二度と使ったらあかんとか言い出してるらしいよ。そう、あのラジオ番組以降、先輩芸人 H はいろいろな仕事場でジャルジャルの悪評を振りまいていたというのである。切れてはるで。何か理由は、何があったか分かれへんけど、ほんまに心当たりないん？ないですよ。なんでこうなんねん。あのラジオのどこがあかんかって、普通にトークしただけやないか。いや、なんで俺らじゃなくスタッフに言うねん。やめてくれよ。周りのショックに、この日から今日までジャルジャルは H が芸能界で一番苦手になってしまったのだが、あえてジャルジャルが嫌いって言ってるんですけどと伝えた上で H に出演をオファー。果たしてスタジオに来てくれるのか。ほんまよ、よう、ジャルジャル噛みついたな。本当に噛みついてない。恐ろしいという。いや、恐ろしいよ。ビビってるんですよ、僕らは。いや、今、俺らもビビってるもん。本当でも、いや、今の見てもやっぱりその心当たりはないんですよ。手応えあったみたいな感じだったもんな、今。ラジオ番組は何がダメだったのかっていうのは本当に謎のままなんです。あ、そうなんや。さあ、それでは行きますか。参りましょうか。はい、来てくれるんでしょうか。はい、ジャルジャルさんが嫌いになった人。さあ、来ていただけるんでしょうか。ご結婚おめでとうございます。皆様どうぞお座りください。ダウンタウンと同期のハイヒールは昨年コンビ結成30周年を迎えた大ベテラン。あの VTR に1個だけ間違いがあるんですよ。あ、1個だけが、まあ、明らかにしたら全体全部間違うてるけどね。大きな間違いが、あのラジオで、ジャルジャルは全く受けへんかったんですよ。できたんですよ、僕らは。それはあんたらがあんたらの持ちネタ言うただけやから。全然受けてへんねん。全く受けてへん。これ分かったかな。でもね、ジャルジャルってそういうとこない？なんか例えば、もう自分らの世界だけやね。そうやね。で、楽屋とか出てけへんし、喋っても自分らで喋って終わりや。自分らネタして終わりや。ネタして終わりや。ネタして終わりや。言うだけ言うて、叩きに行ったらおれへんの。友達になろうとしてもなられへん。おれへんなってまうからね。会話も広がる。ジャルジャルの世界観みたいな持ってるんですよね、ちょっと。なんかそれちょっと勘違いして生きてると思う。生きてる。大先輩が立ったままでなんでお前ら座ってる。
前のせいちゃうんか、ラジオで面白くなかったお前のせいちゃうんか。せこいぞ、せこいぞ、俺頑張ったで、それはせこいぞ、めちゃめちゃ頑張ったで、お前今それせこいぞ、こいつのせいや全部お前、せっこ、せっこ、俺頑張ってんのに、きっとね、せっこ、俺こんな頑張ってんのに、せっこ、中学生か、また自分らのせいが入った、放送中にこうやって言ってね、言っていただくの本当にありがたいんですけども、陰で違う、だからギャグで言ったかもしれない、ギャグはダメですよ、ギャグで思んないっていうのはダメなんちゃいます、そうほんまに受けてなかったの、ギャグっぽく面白くないって言ったらこれ愛用やね、でもそれをね、あのスタッフさんたちは真に受けて、うん、いやジャロジャロ本当に本当に何かしたのっていう、でもすごい行走、ほんまに何かあったら、はい、その後仕事がないはずやん、うん、あるやん、なんじゃかんだ、こちょ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 、あのしょうもないわざわざあんたらの番組の出るやつもよう出てるやん、お前らもしょうもない番組出てくれてはんのかしょうもないことはないわ、でもねこれは彼らはテレビやから力入れてる、そうやね、ラジオはふっと力抜くよね、そんな仕事なかったわけやん、大阪のラジオは休憩の場所やな、ほんまかそれ、大体可愛げがないからな、可愛げはよう言われる、それはよう言われる、可愛げがないねんて、せやけど若手の女の子は可愛がってます、ね、カーニバルっていうのを可愛がってるみたい、このぐらいまだ若い子ね、カーニバル、赤毛、何やカーニバルってこら、いや、まあ、めちゃめちゃブスな女芸人ですよ、ほんまにそういうタイプの女芸人じゃないです、その若手だけちゃうよ、年上の女芸人も可愛がる、シルクとできとったよな、シルクさんからヌード写真が送られてくるんですよ、うせろシルクさん、写メあと後で見てますけど、大きな大きなエビフライを加えてる写真とかそういう写真やねんから、バンバン送られてくるんですよ、いや、みんな知ってるよね、こういうことね、普通でも出てきへんから分からへんでしょ、言わないですよ、普通のお店に行ったりご飯食べて会話があって話が広がるのに、そうそうそう、プシャンプシャンって自分らでパンって始めるからさ、僕ら叩きみたいに出てはいくら出てはいくら仲良くやってるみんな、それが心配よ、いや、仲いいって言われたらちょっと怪しいな、あ、サンちゃんか、サンちゃんぐらいやな、サンとは週4でご飯食べて、週4でご飯素晴らしい、サンちゃん名前使われてるよ、だって言うたれ言うたれ、あれ言うたれ、あの彼女、女の子のイケイケの女の子を乗せて、はい、で彼女に見つかって、彼女にこの子誰って聞かれた時に、これサンちゃんに紹介する女やねん言うたけど、あんまりイケイケすぎて彼女にバレたやろ、なんで知ってんの、なんで知ってんの、リンゴさん怖いよ、ちっちゃいリンゴこうやってすごい、ちっちゃいリンゴ、なんでちっちゃいリンゴって、ちっちゃいリンゴ、ちっちゃいリンゴって何、ちっちゃいリンゴさんおんねやんな、ちっちゃいリンゴ、髪の毛抜いたらそれが全部リンゴになる、そんなこと、そんなことサンちゃんかって名前めちゃめちゃ使われてるよ、いや、でも僕も一回あります、あるやろ、言って言って、女の太さんの彼女じゃない女の子と、うん、鍋一回行ったことあります、うん、その後彼女に見つかって一緒に走って逃げたんですよ、僕と一緒に逃げて、彼女がめっちゃ見られて、こんな大事な時期にそれはだからヤグちゃんみたいな状態だよ、いやもう8番ですよね、あかんの、大阪先生もヤグチル、ヤグチル、ヤグチルって、大阪はヤグチル、大阪はフリーなんです、今彼女が一番好きなの、いや一番か、生妻、生妻、なんでセットが好きなの、生妻その一番って言えないのおかしい、質問自体がもう一番とかじゃないじゃないですか、嫁一番好きです、一番好きです、で二番好きなのは子供です、三番はシルクです、言うてないもん、そしてアイビル姉さんのしゃべりにもゴシップにも乾杯したジャルジャルは勘違いを認め仲直り、ちょっと待って私はまだ映ってるから、ありがとうございました、いやすごい、いやすごいやろ、はい、
すごいです。いやすごい。いやまあ福徳紹介してくれよ。いや本当にお友達なんで紹介します。本当に全然紹介しますっつったらお前いることになるんだな。そうね。だからいや友達やんな。友達はいてますよ本当に。ちゃうね友達だ。続いての嫌年表は今やすっかり司会業も板についた加藤浩次44歳。ただしこちらは大久保やジャルジャルの年表とは違い号泣させた降板させたなど乱暴な言葉が並ぶが、カズさんの場合はちょっと違うんですよね。はい、そうなんです、はい、今まではあの嫌いになった人ということだったんですが、はいはい、加藤さんの場合は一番嫌われた人、うん、嫌われた人。ちょっと待ってよ。あら、まあ、だってあの大体読んでいただければ分かる通り、ね、はいはいはい、嫌われた人っていう。うわひでえ。なるほど、ね、ひどいな、はい、この辺の写真なんかこれドラッグとか大丈夫ですか。いやそんなことしてたらもうここにいませんから。確かにね。で次32歳でこう一回捕まった。目いってるわ。ひどい顔してんね。ひどいね。ちょっと細かく教えてみましょう。いやもうだって誕生日写真が俺だけねんだもん。あれなんで、なんでなんでですか。なんか引っ越しとかしてるうちに一枚もなくなったんですよ。引っ越ししてるうちに一台もなくなったって母ちゃんに言われたんで。なくなったんですか、ね、子供の写真生まれた時死ぬほど撮りますよ ね。普通そうですよね。これは、うん、愛をもらってなかったっていうのがだからやっぱりすれてますよね。だから行、ね、きましょうよ、はい、26歳逆さずりにして号泣させた男性アイドル。はい、うわ嫌われますよね。アイドルですよ、ね、男性号泣。とにかく売れたくて無茶をやれば面白いと思っていた20代の加藤。その間違った情熱が暴走した矛先は某有名アイドル事務所の若きスターの卵たちだった。ジュニア時代ですよね。あ、はいはいはい、ジュニア時代でわーって踊ってるところにこう乗りながら行って、うん、食べないですよね。入ってって足こうの時代ですから入ってってでその子をこう、うん、その子をこううわーっと持ち上げていきなり、はい、で軽いと思ったんで一回トンと打って足元逆立つりにズッてしたんですよ。2日後ぐらいですかね、あの作家の鈴木治もいるじゃないですか。で、もう電話あって、はい、直接、はい、カズさん何したんですかと、はい、歌ってるとこ入ってってこう逆さづりにしたんだよなって言ったら、うんうん、あやっぱそれだっつって、はい、もう一生 J の人と絡めませんよって言われて加藤浩次 NG、 加藤浩次 NG 出てますと。J 方面から NG 出てますよ。J が言うとね、まあ大問題。怖いですね。さあそれではですね、はい、加藤さん、あなたが一番嫌われている人は誰ですか。これ俺が言うのかよ。思うところあるでしょ、はい、私が一番嫌われたのはこの人です。脅して番組を降板させた人気モデル T。これさせるってすごいですよ。これ嫌われるっていうのはもう本当若気の至りですよね。なんかもう やんちゃすればいいと思ってるだけで、33歳で33歳若気の至り。加藤を一生許さない人気モデル T と加藤が出会ったのは今から11年前。それは2002年にスタートした深夜番組「本能のハイキック」の収録スタジオ。この番組は極楽とんぼがフジテレビで初めてメイン MC を任された番組で、生放送ということもあり加藤は絶対に成功させてやると気合が入っていた。当時は生放送中にもかかわらずグラビアアイドルに向かって容赦ない仕打ち。生放送でしょこれ、まさに狂犬という呼び名がふさわしかった当時の加藤に心を傷つけられた出演者が。それは冒頭でレギュラー出演者を紹介する際に起こった。モデル業から、活躍の幅を広げこの春ブレイク間違いなし。
人気モデル Q はバラエティ初出演、しかも生放送ということで極度に緊張していた。モデルさん、うん、モデルさん、はい、何とどんなんできたの、うん、あノンノとかセブンティーンとかをはじめとしていろんな雑誌で、あなんか私だけは声を張らないよ的な感じで、そういうわけじゃないね、そういうわけじゃないね、私はなんかモデルだから声を張らないよ、そういうわけじゃないですよね、徐々にね、そして信じられない一言が、お願いします、なんでここにいるの、なんでここにいるの、なんでここにいるの、いやいや、メインにこんな言われたら嫌だ、これはひどい、いやいや、そう必要ですよ、必要ですよね、うわー、唇噛みしめたい、はい、お願いします、そしてそのまま番組は終了、かわいそう、すごいテンション下がって翌日、ティーを心配した番組担当ディレクターが話を聞いてみると、番組をやめさせてください、え、どういうことですか、本番中、本当どうしていいかわからなくて泣いてる、バラエティが怖くて仕方ないの、そういや変わらないかい、どうさ、あやるやるこれティーンの意思は固くそのまま番組を降板、レギュラー出演者のはずが初回のみでいなくなるという異例の事態が起こった、そうなの、そして翌週番組の冒頭で報告、残念なことにやめられました、いやでも俺加藤さんのせいだと思う、はぁ、ダメだな、絶対そうだよ、だって最初のなんか時に冷たかったっすもん、それはモデルさんっていうのを立てるためにね、うん、俺は言っただけの話でしょ、欲、うん、しにしてやろうと思ってんじゃん、ね、俺、おいおいおい、それを何真に受けてんだバカじゃないのモデルさん、全く悪びれもせず逆に切れ始める加藤、立て役で最高や、バラエティのルールも知らないやつがテレビ出んじゃねえよ、最低だ、この放送を自宅で見ていた T は謝罪の一つもなく、なおも自分に対して激しく切れまくる加藤に恐怖を感じ、その後数年間バラエティ番組に出演することができないほど心に傷を負ったのだった。しかし番組はダメ元で人気モデル T に出演をオファー、果たしてスタジオに来てくれるのか、全て受けます、はい、ひどいですね、だよね、なんであんなこと言うの、まあ、我々やっぱり引いてしまいましたよね今の、どういきましたよ、あれが世に流れてたんですよ、ね、矢部さん、はい、私も引きましたでしょうね、ね、でしょうね、ご自分ですよ、モデルさんは基本声張らないですからね、うん、そうだよね、モデルやからね、モデルさんですもんね、相当傷を負っているみたいで、バラエティ番組が今でも怖いそう、確かにバラエティではない、いやそれはもう本当にもう勝ったんですよ、土下座して謝ってっていう、もう本当の謝罪、本当の謝罪お見せします、YouTube に出てる、涙の涙の涙の、あれ全然本当の謝罪じゃないから、あの号泣してこうやって立ってるやつは全然本当の謝罪じゃないからね、あれは違います、あれはたまたま涙が出ただけ、出ちゃった、出ちゃった、さあそれでは参りましょうか、はい、来てくれるんでしょうか、はい、加藤さんが嫌われた人、この後加藤の謝罪が予想だにしない展開に、かつて番組の共演者だった田中美穂を怖がらせて降板させてしまった加藤が11年越しの謝罪を見せる、いやどうですか加藤さんは、来てくれはりましたよ、そうですね、これ本当に来てくれないと思ったんですけど、ありがたいよね、それだけでも一段下がりますよもう、まあ、あの頃はね本当に若かったんで、田中さんも若かったよね、そうですね19歳ぐらいだったんです、ね、19歳もう人に噛みつきゃいいと思ってたんで、だからそれでやっぱり矛先が、声張んなさい、声張んなさい、モデルちゃうのにな、モデルか、モデルちゃうのに、モデルちゃうのに、お前はモデルさんか、母さんなんでここにいんのなんでここにいんの
声はんなさいよ。これちょっと田中さん当時のことを振り返ってどうですか、正直。そうですね、怖かったし今もちょっと緊張してるんですけど。そうですね、あれ以来やろ。でも全然もう一マス下がんなさいよ。もういいけどピンクまで、ちょっともう画角から外れてるか分かりませんが、大丈夫ですか田中さん。これこれ怖くないね。あれいますか、加藤浩次いますか。よく見、あ、いました、いました、後ろのセットと同化してしまって分かりづらいんですが。ゲーザー、ゲーザーですか。ゲーザー言いますか。気持ちがあるなら、気持ちがあるなら、気持ちがあるなら、現在行きましょうか。なんか軽い。あとこれやるとき着物やな。ふざけてるやろ。ふざけてないんですよ。本当に心を傷つけて申し訳ございませんでした。綺麗です。綺麗です。顔は全部綺麗ね。でもね、これね、田中さんがどう受け止めるか。そうですね、田中さんの判断に委ねます。はい、私でも全然加藤さんのこと嫌いになってないので大丈夫です。はい、なんで、なんて人だ、なんて綺麗な人だ。引っ越しが怖いな。思ってないねんて、そんなこと。なんと寛大な。あ、ありがとうございます。自信やん。ちょけてんだ。あんなこと言われても嫌いならなかったんですか。そうですね、もしかしたら自分も至らないことがいっぱいあったと思うので。いやいやいや、至らないことなんか何一つないですよ。でも田中さん、もっといろいろ怖かった人がいた。あ、本当は加藤さんよりももっと怖い方って嫌な、嫌な思い出がまだあった。いいんです、ここはもう吐き出してほしいんです、本当に。はい、僕より。それは田中さんが生放送で加藤にひどい仕打ちを受け、担当ディレクターに相談したあの日、自分の味方だと思っていたそのディレクターから信じられない一言を聞いたというのだ。ね、なんかその人から恫喝されたんですって。なんかまあ極楽とんぼさんに泥を塗りたくないのでっていうお話を直接されて、そのディレクターが田中さんに極楽とんぼの顔に泥を塗りやがってと。それはタレントの言うことじゃないよね。なんかさっき VTR 見てますと結構ガタイのいい、なんかこうギューギューってやってた人いましたよね。ちょっといいですか、はい、お借りします。思い出していただきたい、はいはい、私でも当時怖すぎてあんま顔覚えてないんですけど。じゃあ多分間違いないです。ちょっとこちらへ。おいあれ、かがりさんでよろしいでしょうか。とりあえず新たに現れた第二容疑者に事情聴取。ただ、はい、この加藤さんが暴言吐いた収録終わり、はい、いや僕謝ってきますよって、はい、加藤さんに言ったら、はい、いいやあんなくてって。え、何、あれこっち来た。なんと罪を償ったはずの第一容疑者にさらなる罪が。加藤さん土下座したやつ。やっぱあなた根っこが根っこ問題な。根っこ問題じゃないです、根っこ問題ではないです。あれ、下がれ下がれ、というわけで加藤に加え被害者である田中さんを怖がらせたかがり P も謝罪を。なんかシルエットが懐かしいな。極楽とんぼや。極楽とんぼ。いいですか、モザイクかかってたのこの人じゃないですからね。ニュー極楽とんぼは本当の謝罪を見せられるのか。ダブルゲザで。これを機に私もう一回ゲザですか。また分かったんでね。返すじゃない、しといた方がいいですよね。はい、いたしかたないゲザですね。しょうがないっすね。しょうがないっすね。希望のちゃう。パンやったことないだろ。
田中さんにですよ、しっかり田中はんこれダメこれが入ったことでめちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ありました。笑いすぎるの、ゲラすぎるやろ。おゲラ田中さんで3でいきましょう。はい、じゃない田中はんではないです。はい、田中はん完全に壺に入ってしまったカナリティ。その説は本当に心を傷つけて申し訳ございませんでした。やっと真面目に謝れた2人。顔上げて。お前何笑ってんの。カナリティの笑いに誘われてなぜかスタジオ中おかしな空気に。何こんなもので。チンピラ。誰が正座崩して言うた。足崩すな。膝が悪いから俺。ちゃんと田中さんが許す、許してくれればね。あかん。俺膝が俺膝が悪いから。あかん。ちゃんと対応しよう。してます。ちゃんと謝れ。これで終わりかと思いきや、こちらご覧ください。何？あ、やべえ、封印した禁断の過去に迫る。後輩と大喧嘩されたっていう。そこまで。いや、もうびっくりするよ。めちゃイケにも何度も出演したワイが起こした大事件とは。関わりたくないなって気持ちもある。そこには知られざる後輩としての思いがあった。この世界辞めるつもりぐらいの重い。そしてついに再会の時。スタジオ大混乱の中、喧嘩して以来止まっていた2人の時間が動き出す。僕は矢部さんにめちゃめちゃ可愛がっていただいた後輩なんで。近日公開、お見逃しなく。
Stuff my ego for food for soul. Maybe you should go and give it a call. Cause everyone that we both know said you've been acting stranger than before. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. I'll give you space, I'll give you time. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. Just break away, he goes aside. Stuff my ego for food for soul. Maybe you should go and give it a call. Cause everyone that we both know said you've been acting stranger than before. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. I'll give you space, I'll give you time. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. Just break away, he goes aside.